ジャスティス学園の学長雷蔵は優秀な生徒を政府に送り込み日本を裏から支配することを目論んでいた。しかし生徒会長の票は力による日本の直接支配を望んでいた。なんだね、急に呼び出したりして。授業のレベルが低いなんて言わんでくれよ。学長、私にこの学園をくださいませんか。いくら義理の息子とはいえ冗談が過ぎるぞ。今和野家の首領ともあろう人がこうも簡単に隙を見せるとはな。貴様何をした。養子の生徒会長も全てはわしを油断させるためか。それでは今和野家秘伝の洗脳術の効き目をじっくりと見せてもらおうか。学長、少しお聞きしたいことが。おや、君は生徒会長じゃないか。やれやれ、調査隊の到着か。その傷つき方だと結果は上々のようだな。それはどういうこと。あなたの仕業だったの。いかにも、ジャスティス学園は日本制圧のための軍隊になるのだよ。秘密を知った君たちにはこの雷蔵のように私の兵隊となってもらう。見極めてしなさい。ラウンド1ファイト。正気に戻ってください。私の洗脳術は完璧なのだよ。まあ君たち程度なら雷蔵の術で十分だがな。彼らを洗脳するのですね。わかりました。最初にしては上出来だ。次は自分の息子を取り込んでもらおう。俺の名前を知っている。覚えていないのも無理はない。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、率直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうよ。ジャスティス学園、あんたたちが学校を襲ったのね。見極めるとしよう。ラウンド1ファイト。
滅びよ。ついてこいよ。解散だ。ここは一体どこなのだ。やはりまだ自我が残っていたようなの。お前はヒョウ。そうか、わしはお前に洗脳されて。なぜ貴様はこんなことをするのだ。腐った日本を制圧し、今和の家を頂点とした優れた者だけの国にする。父上の命令だ。今和の、まさか貴様は兄者、兄者は生きているのか。見極めるとし、我が剣味わう。ファイナルラウンド、ファイト。の自我は消滅する。次に目覚める時は地獄に来た時だ。愚かな、力では決して人を支配できないことがわからんのか。黙れ。父上にも踊る貴様に何がわかる。人の心はそんなに弱いものではない。特に絆を持つ者はな。父上は言った、力こそが全てだと。お前のはただのたわごとだ。次はどこの高校だ。私の力の前ではお前の言う絆とやらもこの通りだ。ちょっとウェイト。 You are Justice 学園の学長ね。神罰が下る前におとなしくロイを返してもらおう。今度は友情の絆とやらのお出まし。
見極めるとしよう。仕方ない。ラウンド1ファイト。見極めるとしよう。仕方ない。ラウンド1ファイト。もういい。こいつらは私が洗脳する。絶対、
負けないから、ロイを、ロイを助けるまでは。なぜ聞かない？洗脳術を間違えたのか。くそ、これでどうだ。何なりとご指示を。なぜ、なぜこんなに手こずる。我が学園の生徒たちは簡単に洗脳できたのに。これが絆の差なのか。バカ、そんなことはあるはずがない。五輪高校を支配する。お前たちはジャスティス学園のものだな。五輪高校は俺が守る。もう五輪高校についていたのか。私らしくないうかつさだよ。見極めるとしよう。キックオフ。ラウンドワン。ファイト。でも何でも知ってみろよ。スポーツ選手らしくないぞ。往生際が悪すぎる。油断だな。こうしている間に仲間がジャスティス学園に向かっているさ。なんだ、つまらん真似を。待てい、お主ら、無事に帰れると思ったら大間違いじゃい。このハエどもが次々と湧いてきよって鬱陶しい。俺たちがハエかどうかは自分の手で確かめてみるんだな。倒す。見極めるとしよう。ラウンドワン、ファイト。痩せ車、どうしよう。おっちゃん、はっはっ、痩せるまで。はっはっ。
ってやる。たとえこの命が尽きても、兄貴を襲った貴様たちは絶対に許さない。兄、家族の絆。どうしたライゾウ、まさかこの私の洗脳が解けるというのか。兄さんの仕業だったんだね。その声が京介。愚民どもと遊びすぎて友情の絆とやらに毒されたか。てめえ、母さんだけでなく親父まで利用しやがって、なぜこんなことを。この日本を見たまえ。平等の名のもとに愚民がのさばる醜い金権社会になってしまった。質政治も絆というお前ら愚民のエゴの結果ではないのかね。本当の絆は自分のエゴを超えて人と気づかれるものだ。賄賂とは違うんだ。ふん、所詮お前も愚民の一人か。私の新しい日本には必要のない存在だな。見極めるとしよう。僕には勝てないよ。ラウンド1ファイト。うわっ、やってくるわ。うわっ、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 正気になりやがって。よかったな、バツ。だが兄さんは。この私の洗脳が解けただと。父上、なぜなんですか。なぜ京介が倒れているのですか。頭が割れるように痛い。一体奴はどうしたんだ。おそらく兄者が彼にかけた術と彼の自我が衝突しているのだろう。自分の弟の傷ついた姿を見たことで兄弟の絆に目覚めたのかもしれんな。俺にはわかる。兄さんが助けを求めている。兄さんを救わなければ。お前たちが私を苦しめているのか。私と父上の野望は誰にも止めさせん。見極めるとし、我が剣味わう。ラウンド1ファイト。弱い。
までにお会いとは。見極めるとし、我が剣味わうラウンド1ファイト。行くぞ、やさぐるま。弱い、やさぐるま。見るがいい、ジャンプ。見極めるとし、我が剣味わうラウンド1ファイト。やさぐるま。弱い、伸びよ。大丈夫かよ。お、親父。わしの生徒たちはどうなったのだ。
心配すんなよ。無事洗脳が解けてみんな普通の生活に戻ってるぜ。そうか、わしは日本を変えるために学園を作ったが、教え子たちが立派な人間に育っていくにつれそんなことはどうでもよくなったのだ。しかし立派に育ったと思った教え子が簡単に洗脳されてしまうような頭でっかちの役立たず集団だったとはな。そんなことないと思うぜ。こないだちょっと学園の教科書を見てみたらよ、俺には全然わかんねえ。あれがわかるんだから俺よりは世の中の役に立つんじゃねえのか。そうだな、わしとしたことがつい弱気になってしまったわい。よし、母さん、わしは今日で退院するぞ。明日からビシビシ生徒たちの心を鍛えねばな。それに罰、学園の教科書ごときがわからんようでは話にならんぞ。お前は勉強の鍛え直しだ。そうはいくか。それゲームオーバー。